今日はシティプロモーションは何を実現するのかという話をいたしますが、そもそもシティプロモーションってカタカナよくわかんないよねということもあるかもしれません。でもしかもここでもちょっと漢字が多いんで、ゆっくり一緒に考えられればいいかなと思ってますが、一応シティプロモーションっていうのが、まあ、単なる PR プロモーションだしカタカナだしなんかイベントやるのかなみたいになりやすいんですが、まあ、それはそれでも間違いはないんですが、基本的には香取市を持続的に発展をさせていく、先日の人口戦略会議などでもですね、消滅可能性都市みたいな意見が考え方が提示をされていましたが、まあほっとけばなくなるんですよという言い方をしているわけですが、じゃあほっとかないようにしましょうと、地域を持続的に香取市を持続的に発展をさせると、発展させよう発展させようと独り言を言っててもきっと発展したいんで、香取市っていうのはどんな素敵な魅力があるんだろうと、明日はマッシュルームの公演があるみたいですけれど、それもその一つですよね。まあそれ以外にも当然香取神宮みたいのもあるわけですし、小野川みたいな川もすごい素敵なわけですが、そうした地域の魅力、創出市と書いてある、今もうすでにあるということであれば、それを見つけ出していくっていうことも踏まえて創出をする、作り出していくということになりますが、魅力を作り出しているだけではもったいないので、それを積極的に多くの人たちに、あるいは狙い撃ちをして伝えていこうというのが効果的に訴求をするっていうことですね。知ってもらってるだけではもったいないので、それに関わりたいとか、出かけたいとか動きたいと思ってもらえるように効果的に訴求をする。それをするとどんなことが起きるかっていうと、人や物や金や情報っていう資源をこの香取市内に獲得できるようになる。獲得をした資源を活用して香取に関わる人々が持続的に幸せになっていく、そのための取り組みを少し広い考え方ですが、シティプロモーションというふうにここでは捉えていきたいと思います。ここで人、物、金、情報という言い方をしましたが、まあ、おそらくその中で最も重要なものは地域を担う人々なんだろうと思います。物や金や情報だけがあっても、それを積極的に活用する人がいなければ、当然ながら香取は元気にならない。とすれば、それを積極的に使う、生かしていく担い手が必要になるわけですが、先ほども述べた人口戦略会議の人口という発想ですと、そこに住民票を持っていれば、それがたかも担い手であるかのように考えられている場合がある。じゃあ本当にそこに住んでさえいれば、頭数さえあれば、本当に地域を担うということになるんだろうかというふうに考えると、必ずしもそうでもないのかもしれないと。今日ここに来られている皆さんのように、積極的に街について考えたい、あるいは香取を元気にしたいという方も多くいらっしゃいますが、いやいや、そういうことはあんま興味がないんだと。役所がなんかいろいろサービスをしてくれるそうだから、香取でサービスをしてもらいましょうと。街づくりとか興味ないし、なんかそういうこと好きでやってる人いるよねというような人たちばっかりでは、役所や今日ここに来られている議員の皆さんや団体の皆さんにどんどん負担がかかるばっかりになる。そうではなくて、町に住む人、町に関わる人たちが積極的にこの町をより良くしたいと思ってもらうことがおそらく必要なんだろう。そもそも町って何なんだ、町を元気にするって言った時に、町って何なんだって考えた時に、単にこの香取の地面が町ではなくて、そこにいらっしゃる人々、今日ここに来られている皆さんや、それぞれに香
カトリンの中でこんなことを大事にしながらここにいるよ、カトリンに関わってるよという人たちがいろんな形でいらっしゃる。繰り返しになりますが、明日のマッシュルームの話とっても興味があるんですが、そういうふうなことを頑張っている人たちもいる。日本で最も多くのまた優れたマッシュルームを作っているっていうふうな、このカトリンのことをどれだけ多くの人たちが知ってるんだろうか。それは外に向けてもそうですし、中に向けてもカトリーで住んでる皆さんがそれを自慢に思えているんだろうか。地域の中で多様なことをそれぞれ大事にしたい人たちがいることはとても大事です。それに加えてそういう人たちがいろんな形で連携をしていく、連鎖をしていく、そうした町になるとカトリがさらに元気になるんじゃないだろうかと。訴求をするっていうと、シティプロモーションっていうとすぐにカトリの名前を東京に売らなくっちゃとか、インバウンドみたいな話では世界に知ってもらわなきゃみたいなことがあり、それももちろん大事なんですが、そもそもカトリに住んでる皆さんがカトリの魅力を、あるいはカトリで頑張ってる皆さんのような人たちがいることを知っているのか、そういうことも考えることがカトリの足腰の強さになるんだろうと思うんですよね。足腰を強くしていく、それはもちろんそれぞれ何かを大事にしているコミュニティというところにとどまらず、人はもうそう簡単に一直線に幸せにはならないとしてもですよ、このカトリで一旦挫折をしたとしてももう一度立ち直りながら、皆さんの力を借りたり、あるいは皆さんの誰かの力を借りたりして自分の希望を実現していくという物語を、このカトリで、あるいはカトリ以外の魅力も活用しながら、皆さんはそうした毎日を、あるいは比較的長いスパンの時間を送ってらっしゃる。暮らすことが物語だとすれば、暮らすことの物語を一人一人にただ押し付ける、任せるのではなく、多様な形でそれもまたつながっていくことがカトリの力になる、足腰になる、足腰が鍛えられた町になる、次に向かって進んでいくことができる町になるということなんだろうと思います。町というのが単なる地面であるとか役所の範囲、行政の区域が町であるということではきっとなくて、ここにいらっしゃる皆さんたちがどのように動き、この町を作っていくのか、社協さんがここでどんな取り組みをするのか、観光の皆さんが、観光は観光、社協は社協ではなく、それがどうつながり、どう重なりながらこのカトリという町を元気にしていこうとされているのか、それぞれがそれぞれのことをしっかり知りながらカトリを元気にしていく、まあ、いわば交響楽のようなシンフォニーのような、それぞれの思いみたいな形がそれぞれの音を奏でながら、それが一つのカトリという町の音楽になっていく、そうした状況になって初めてカトリってどんな町ですかって言われた時に、カトリってこういう人たちがこんな風に元気に暮らしてる町なんです、こういう素敵なものがあるから、それをきっかけに、それを一つの軸にしてこんな風に元気に生きている町なんです、あなたも、もしも渋谷でなんとなく元気がないなと思ってるんだったら、むしろあなたはカトリの方がしっくりくるんじゃないですかというふうな言葉が生まれるような町になっていくことが望ましいんじゃないだろうか。地面が好きだからここにいるわけではきっとなくてですね、
今日ここにいらっしゃる皆さんのような人々がいるから香取に住み続けたいと思う、あるいは香取に住みたいと思う、そういう状況を作っていく、あるいはすでにそうなっているのであればそれを明らかにし、しっかりと伝えていく。それによってこの香取市への愛着というものを作っていくことができるんだろうと思います。町というものが単なる場所ではなく、場所には人がいて、人々の集まりがいて、それを互いに伝え合い、伝え合うことによって見えてきた香取市というものを外に向かって積極的に訴求をしていくことが必要になるでしょう。先ほどもこの町に住んでいることだけで地域ができるわけじゃなさそうだと、行政や企業や NPO というふうな取り組みを皆さんはされている、そうした方も多いのかもしれませんが、後ろを見たら誰もいないという状況ではNPO も企業も、まあ、特に企業で地域に貢献しようと思っていても、それを支えよう、それはいいことだよね、私にもできることがあるかなと言ってくれる人がいないまま動くのはなかなか苦しい。行政も、いや税金を払ってるんであとは全部は勝手にやってくださいと、いうのではなく、私にもこんなことができますよと、そういうふうな状況がこの町の中でできていく。行政や企業や NPO というものが孤立するのではなく、むしろ主権者である市民自身がこうした香取市を作っていきたいと思う人たち、もちろん全員が思うなんていうことは考えてはいませんが、そう思う人を少しでも増やすことができないだろうかと。これが実はシティプロモーションという発想にとってはとても大事な発想になります。往々にして市民っていうのを行政や NPO のお客さんとだけ捉えがちになる。市民はお客さんだからしっかり接遇をしなければみたいな議論が、もちろん行政がサービスを提供する機関であることは確かなので、そのサービスのお客さんである、市民がお客さんであるという状況はもちろんありますが、でもそれだけじゃなくて、市民自身がこの香取市をどうしたいと思うのかということをしっかり伝えていく。それはいろんな方法があるでしょう。議会への選挙に投票に行く、議会選挙の投票に行くっていうのをきっかけにしながら、最初にしながら、それだけでは終わらず、地域に関わるグループを作り、可能であれば声を上げ、声を上げなくても自らしっかりと地道に街を元気にする取り組みをする。そうした人たちがこの香取市にはたくさんいますよ、という状況になれば、ただただサービスをしてくださいというのではなく、一緒になって街を元気にしたいという人たちがこの香取市に多く来てくれる、多く住み続けてくれることができれば、単に人口が増えないよと言っても、それぞれの人々がそれぞれに1ずつ、2ずつ、0.5 ずつ地域に関わる取り組みをするだけでもプラスにはなるんじゃないだろうかというふうに思っています。町づくりとか地域とかってなんとなく言ってしまいますけど、地域っていうのは多様な人々や多様な暮らしのつながりによってできているし、行政や企業や NPO に任せてればいいわけではなく、
市民自身が私にできることは何だろうと思う。そういうふうな主人公と代理人みたいな考え方を、市民は自分が主人公なんだと、地域の主人公なんだと、だからこそ大事にされるだけではなく、動き出さないといけないんだと、そうした取り組みをできるような、そうした人々が増えていくような、そういうふうなことが必要なんじゃないだろうか、というふうに、まずは思っています。町が元気になる、消滅していくということを、単に頭数の人数を数えるだけで、何人いる、子供を産む女性が何人いるだけで数えるのではなく、それぞれに町に関わろうとする、参画しようとする、参加しようとする人々たちのその思いの量というのが、地域を持続させる可能性を作るんではないだろうかと思っています。そう考えれば、横軸の住民の住民票の数を数えるだけではなく、もちろんこれも大事です。数がどんどん減っていかないために行う取り組みはもちろん大事なんですが、それにとどまることなく、それぞれの人たちがどれだけ町に関わろうとする、関与する意欲を高めていくことができるのか、この香取市にはこの掛け算で考えると、この三角形の面積が今どのぐらいあるのかと、たとえ人口が維持できたとしても意欲がどんどん減っていくような平べったい三角形になってしまえば、本当に地域を持続できるのかと、ある程度の減少はあったとしても、それを超えるだけの高い意欲を持つ人を増やしていくことができるならば、持続の可能性は残るのではないだろうか。町に関わろうとする意欲、それを加えた横軸だけの一次元の発想ではなく、縦軸も加えた掛け算、二次元の発想が必要になる。町に関わる人たちの思いを高めることで、なんとかこの香取市を元気にし続けていくことができるのではないだろうか。もちろんそれは香取市に住民票を持っていなければできないわけではないでしょう。今は東京の渋谷に住んでいるけれども、香取の出身なんですよ、あるいはサハラのお祭りに行ってその素晴らしさを知ってとっても気になる街なんですよ、あるいは親は今でも香取市に住んでるんですよ、そうした赤い顔した棒人間の方が日本中に、場合によっては世界にも少なくない数の方がいらっしゃる。その方々にもしっかり呼びかけていかなければならない。転出してしまったらもう終わりではなく、その方々にも香取を元気にするために、あなたができることは何かありませんかと。もちろん今渋谷に住んでるのであれば、渋谷に 0.8 の力をかけなければいけないかもしれません。でも残り 0.2 は香取のことを元気にする、あるいはそもそも最初は渋谷のことだってただ住んでる町だとすれば、香取のことも忘れてしまってるとすれば、足し算したって 0.1 にはならなかったのかもしれません。それが香取のことを大事にしよう、香取のことを語りたい、そういうことをシティプロモーションという取り組みの中で香取について気づいてもらう、
カトリから転出された人々にもう一度カトリの素晴らしさを思い出し、さらにそれを語ってもらう仕掛けを作る。あるいはカトリのことをおすすめをしてもらう機会を作る。これもシティプロモーションですが、そうした機会を作ることで、渋谷とカトリで足して 0.1 だったものが、カトリについては 0.6、 そういえば今住んでる渋谷のことも大事だと思ってくれれば、それを 0.3 にして 0.1 なかったものを 0.、 合わせて 0.9 にするっていう発想だってありますよね。赤い顔した棒人間の皆さん、最近ではそれを関係人口という新しい言葉を使いますが、まあちょっと関係人口ってよくわかんないなみたいになるのであれば、別にこんな言葉は使わなくても、住んではいないけど大事だと思ってくれる人たちっていうふうに言い換えてもいいでしょう。住んではいないけどカトリーのことを大事だと思ってくれる人たちをどうやって増やすのか、これもまたシティプロモーションの取り組みになります。ただ名前を知ってもらう、場所を知ってもらうだけではなく、それはもちろんきっかけですが、カトリのことを大事に思ってもらう人をどうやって増やすのかということがきっと重要になっていきます。加えて今まで町づくりみたいな話や参加するきっかけ作りみたいな話をしてきましたが、そもそもそういう街づくりみたいなことができない人たちだってこのカトリには多く住んでいらっしゃる。小さな子供を抱えて、いや街づくりとか地域とかそれどこじゃないんです、子供が具合が悪くてそのために毎日使い尽くしています、介護しなければならない親がいて、行政のサービスで頑張ってますがそれ以上のことはできません、自分自身に障害があったりして、公園とかで元気に動くっていうのは難しいな、そうした方々はこのカトリにもたくさんいらっしゃるでしょう。じゃあその方々はカトリにとってはお客さんに過ぎなくて、地域にとっての意味のある人ではないというふうに考えるのか、そんなことはないはずですよね。もちろんそれぞれの暮らしでそれぞれに家族にとって子供にとって親にとって大事な人であることはもちろんですが、それに実はとどまらない。例えば大阪府の建設部局が行っていたキャンペーンで、衝動大阪っていう、大阪らしく笑ってますけれど、まあいわば共同というふうに言い換えてもいいでしょう。最初の方で申し上げていた公園で花壇を作ってるんですかね、参加することも共同だと、極めてわかりやすいですが、それをしなければ共同してないということになるのかと言われれば、いや、そうじゃないんじゃ。そうじゃないんだ。頑張ってる人たちがいることを伝えること、そしてこの町が元気に素敵な町であることを伝えることも共同の一つだし、それがなかなかできない人たちも、頑張ってる人たちに、伝えてくれた人たちに、小さな声でもありがとうという思いを持ってくれれば、こうした人たちの顔も少しはほころぶかもしれません。ありがとうと言ってもらうことにより、もうちょっとだけ、頑張ってみようかと思う人が増えるのであれば、黄色い顔した棒人間の皆さんは
単にサービスを受給している、そうした人たちにとどまらない。黄色い棒人間の皆さんの一言が、感謝の一言が、この香取を元気にできる。とすれば、ありがとうという機会、ありがとうという声を積極的に伝える仕掛けもまた必要になり、それがシティプロモーションということになるでしょう。シティプロモーションということが街の魅力を伝え、それによって多様な資源を、中でも香取市に関わる人々たちの意欲という資源を作っていくことだとすれば、シティプロモーションというものをそう定義するとすれば、どうやったらありがとうと言いやすい状況を作り、そのありがとうの声が皆さんに届くようになる。それもまたシティプロモーションということができると思います。そう考えれば、先ほど渋谷の話もちょっとしましたが、隣の町と人口を奪い合うだけにとどまらない状況を作り出せる。千葉に住んでいます。そうした人たちにとって、香取から千葉に引っ越しました。私たちは担い手を奪われたんだ、というふうに考えるのではなく、千葉に転居した人が香取市に今でも思いを持ってくれて、折に触れ関わってくれるのであれば、千葉と香取で連携をして、茂原と連携をして、それぞれに町に対する思いを作り出すような連携ができないだろうかと。先ほどちょっと話してたんですが、香取市には4つの高校が、4つの高校で軽音楽部でバンドを組む。それぞれの高校で素敵なバンドを組んで音楽活動をしている。だからこの4つの高校がみんないいバンドが組めるといいよね。それぞれが発表できる機会が作れるといいよね。それももちろんですが、周囲の市町村さん、周囲の市町に対しても呼びかけ、一緒になって、軽音楽部、バンドを組む、バンドで演奏するということが実は、町にいる人たちを元気にしてるんですよ、というふうに理解してもらう、伝えてもらう、そういう機会を作ることができれば、香取市の4つの高校に限定する必要は必ずしもないかもしれません。そうすることで、いや私にとって大事なことはこのバンドであり楽曲でありこの楽器であると思ってた人たちが、思ってた高校生がプラスワン、それぞれが生まれ育ったその町に対しての思いもちょっとだけ高めることができれば、もちろん高校卒業して東京の大学に行き、東京のアパートに住んでも、香取のこと、あるいはその周囲の自治体のことを忘れないでいる状況を作り出すことができる。シティプロモーションっていうものは、そうした多様な活動により、横軸の人口、住んでいる人口にとどまらず、地域の外から関わってくれる人口をできるだけ減らさない、増やす方向を作りながら、参加する意欲、おすすめする意欲、感謝をする意欲、そうしたものを高めていく。これが地域にとっての資源となるのなら、これを作り出していくことがシティプロモーションだろうと考えています。じゃあ、今申し上げた、一つの例として申し上げた取り組みは、意欲を高めることにつながるだろうとは思いますが、もう少し大枠で、
どうしたら関与意欲は増えるのか、町に関わりたいと思うのかって言ったときに、こんなデータがあります。あなたは住んでいる町の魅力を今いくつ挙げられますか？聞いたときに、一つも挙げられませんという人も、いや、うちの町に魅力なんかないんじゃない、普通の町だし、魅力とかないなっていう人の4分の3は、町のために関わる気持ちはありません。しかし、いや、うちの町にはこんな魅力もこんな魅力もこんな魅力もあるよ。5つ以上を挙げられる人々の4分の3は、町のために何かしたいというふうに言ってくれる。少なくとも町の魅力を上げられるっていうことが、町のために働きたいというふうなことにどうもつながりそうだということは、このデータからは明らかです。まあそうですよね。そもそも町のことを知らないのに町のために働きたいなんてことが起こるとは考えにくいとすれば、あなたが住んでいる町にはこんな人がいて、こんな取り組みがあり、こんな魅力があり、こんな可能性があるんですっていうことをしっかり納得できて初めて活動をすることになるだろう。実際にも多くの自治体で町を語る取り組みをしていますが、例えば大阪の豊野町というようなところでも、町を推奨する気持ち、参加する気持ち、感謝する気持ちは、町を語るワークの前とワークの後で、まあ、この数字は NPS という、また後で時間があれば説明しますが、そういう数字ですが、少なくとも大きく向上していることは明らかです。町を語ること、自分の町がどんな町であることをしっかり知ること、それを伝えて、自分の中でうんって納得できることが、町に参加し、町をおすすめし、今日来られているように町に関わろうとする頑張っている皆さんへの感謝を生み出すんだというふうに考えられます。ここでちょっと視点を変えてみます。今まで地域にとっての資源、人、物、情報、金のうち最も大事なものは担い手ではないかと申し上げ、担い手というのは単なる頭数ではなく、それぞれの人たちが持っているこの香取市に関わろうとする意欲じゃないかというふうに申し上げましたが、じゃあ人は担い手、いや担い手ならまだしも土台になるために生きているんでしょうかというと、おそらくそうではない。もちろん土台になるっていうことの意味はいろいろかもしれませんが、人は基本的には土台になるためにこの町に関わっている生きているんではなくて、端的に言えば幸せになるために生きているはずですよね。この香取市にいることで、香取市に関わることで幸せになりたいと思っている皆さんがこの町にいる。そう考えたときに、幸せって何だろうか。今、カタカナのウェルビーイングっていう言葉がよく使われますが、まあもう少し単純に、幸せって何だろう。って考えると、だいぶ昔の心理学者のマズローっていう人が、人は何のために生きてるんだろうという仮説を提出をしています。もちろん
喉が渇いてお腹が減ったら生きていけないので、何か食べなきゃいけない、まあ住むとこもなきゃいけない、そうしたことは解のあるいは基本の欲求としてはあるわけですが、それが満たされれば人はそれで満足し幸せだと思うのか、食べるものがあり着るものさえあれば幸せだと思うのか、一瞬は思うかもしれませんが、すぐにそれはもっともっとという気持ちになる。それはあなたは意味がある存在だというふうに自ら思える、あるいは他の人からそう伝えてくれる。あなたは意味がある人だよね。あなたがいることでこの町は、あなたがいることで私たちは。もちろんこれは地域っていうところに限定する必要はなくて、家族や職場、そうしたところで意味がある存在であってももちろん構わないんですが、意味があるという状況を作り出すことが、人は実は幸せになるっていうことと大きく関わっていそうだというデータもあります。どれだけ収入があるかっていうようなこと以上に、自分は意味のある存在だと十分に思えるほど、私は幸せであるという幸せの自認度ですね、自らを幸せであると考える傾向が明らかになっている。じゃあ、あなたは意味のある存在ですよと言ってあげる、あるいは自分が意味のある存在だと思えることと、町を語れるということがどうも関わっていそうだというのもとても興味深いデータです。町を語れるよという人の4分の3は自分は意味のある存在だと思いますが、町を語れない人の6割は自分は意味のある存在だとは思えないと言っている。町を語るっていうこと、自分が町を語れる人間であるということがどうも自分はそれなりに意味のある存在なんじゃないだろうか、それが幸せにつながるんじゃないだろうか、地域の魅力を語れるということは単に担い手を作るというところにとどまらない。町を語れるということがあなたは意味がある人ですよということにつなげていくようなプロモーション、シティプロモーションが求められると思います。地域を語ることとあなたは意味があるというのをどうつなぐのか。地域を語るということで、シティプロモーションというのが、地域の魅力を作り出し、発信を強化することであると申し上げました。最初は、今日ここに来られているような、決して多くはない人たちが始めるんでしょう。あるいは、最初は、そうした思いを背景に行政がきっかけを作るのかもしれません。この香取という町は、香取市という自治体はとっても素敵な町であり、それをみんなに伝えていく、香取市に住んでる皆さんにはまず、この香取市の素敵な魅力をしっかり分かってもらうっていう状況を作り出す。これは今年、ワークショップをしますという話を先ほど司会の方がおっしゃりましたが、それを一つの考え方。香取とはどんな素敵な街なのか、まあそうは言っても、1000人も2000人もの人が参加するわけではなく、おそらく30人、40人の方から始めるんでしょう。
そうした状況で地域の魅力を創造し発信を強化することができれば、まずはそうした香取に住んでいる私というプライドを作り出すことができる。何どこにでもあるような、何にもないような、つまらない香取ではなく、こんな魅力がある、こんな素敵な人たちがいる、こんな風な暮らしができる街なんだという心を積極的に強化をし、それが市民の皆さんに広く伝えられれば、香取に住んでいることのプライドを高めることができる。でもこれはまずきっかけです。プライドを持ったまま動かないのではなく、プライドを持った人に、だからあなたが街に関わりましょうという仕掛けを作り出す。あなたが街に関われる仕掛けを作ることができれば、行政だけで、議会だけで、NPO だけで回しているのではないわけですから、地域の魅力はさらに向上していくでしょう。地域の魅力が向上していくことができれば、香取市最近元気なんだよ、こんな素敵なところがあるんだよ、こんな頑張ってる人たちがいるんだよという推奨を作り出す。もちろんほっといて推奨を生み出すことは難しければ、推奨しやすい仕掛けを作る。これもシティプロモーションです。推奨しやすい仕掛けを作ることで、千葉県内から関東一円で、ああ、そういえば香取っていう状況を作り出すことができる。ああ、聞いたことがある。ああ、あの町最近元気だよね。あの町子育てするのにすごくいいんだってね。あの町高齢の人たちが元気に町のことを考えているんだってね。水辺のことを考えた時には香取のことを考えなくっちゃね。そういうふうな状況を作り出すことができれば、うちの町はこんなに褒められてるよという形のおすすめができるようになる。であれば、もっといい町にしなければ、地域の魅力、香取市の魅力を向上させる。そのためにも、あなたも関わってください。最初の30人、40人ではなく、そこには関わらなかったあなたも地域に関わってくれることで、外から褒められ始めている。街の中でも、うん、いい街になってきたよね。いや、気づいてなかっただけで本当はこんな素敵な街だったんだよね。と思うだけではなく、実際にあなたが動くことでさらにその街の魅力が向上する。っていう状況を作り、そういう仕掛けを作ると、プライドが変わります。今までは、香取市に住んでいるというプライドだったかもしれませんが、私が関わったことによって、私が関わったことによって、この香取は魅力的な町になったんだ。私が関わることで、魅力のある香取市を積極的に伝え、分かってもらえるようになったんだ。私が動いたおかげで。先ほど市民というのは単なるお客さんではなく、自ら動く人である。そうなんじゃないかって申し上げましたが、そうすれば、住民としてのプライドが、市民としてのプライドに変化をしていく。あなたのおかげでこの香取市はますます元気になりました。あなたが関わってくれたおかげで、参加をし、推奨し、あるいは感謝をしてくれたおかげで、香取市はさらに素敵な街になろうとしています。
あなたには意味があるんです。あなたが動いたから元気な人たちが増えてきているんです。この街がキラキラしたところや、誰かをしっかり支えようとする人たちや、挫折をした時に立ち直らせようとする仕掛けがこんなにある町なんだということをしっかり理解してもらう。それを伝えることができたのはあなたがいたからですっていう状況を作り出す。地域に関わる人たちが地域を語れるようになる。シティプロモーションにとってこれはとても大事なんですが、香取市を語れるようになることで、外に向かっては、行政だけの声では伝わらない。行政だけが香取市はいい町ですよと言っていても、それはそうでしょうね、ご都合だよね。自分たちが都合がいいから言ってるんだよねと思われてしまうかもしれませんが、市民の多くがそれぞれの声で、違う声で、違うところから、それぞれ違う点を大事にしながら、香取市の素晴らしさを伝えられれば、外向けには、極めて分厚い、多様な、いろんな側面を持った魅力を伝えられるようになると同時に、内に向かっては、あなたが語ってくれたことによって、町が元気になっていく、あなたは意味のある存在だと伝えることができるようになる。それをしっかり理解してもらう、それがしっかりわかるような仕掛けとしてシティプロモーションを行わなければ、単にイベントをやり、単にポスターを貼り、単に言葉を作ったとしても、それは非常にあだばなに終わるでしょう。地域に関わる人々が地域をどれだけ語れるのかと、そういう状況を作り出していき、分厚い多様な声を作るのと、地域にいる人たちがあなたは意味がある、私は意味のある存在だと思える仕掛けをしっかり作り出していくことが必要になるはず。じゃあ、地域を語る。どうすりゃいいんだと。知ってることは限られてるし、いや、お祭りがありますよ。水仙がありますよ。水がきれいですよ。いや、そんな町は他にもあるよね。と、いう話になってしまう。地域をどうやって語るのか。ここではそれを発散。共有、編集という形で語る。そしてそれを磨き上げていくっていう考え方をご紹介したいと思います。この取り組みは、今年度行うワークショップで具体的に進めていきたいというふうに思っています。最初から何百人もの人たちがシティプロモーションとかいうカタカナに興味を持って関わるはずはない。どこの町でもそんなことはありません。しかしそれでもカタカナはよくわかんないけど、町を元気にする取り組みの一つだったら私も関わろうかしら。あるいは最近香取に引っ越してきたんだけど、まだよくわからないところがあるから、勉強しながら、香取の魅力を考えていきたいな。あるいは、高校生たちが、ここまで育った香取市って、なんかよくわかんないけど、どんな町なんだろう。そういうふうな意欲のある人たちに関わってもらいながら、始めていくことが、まずはできるんじゃないでしょう。その方々に宿題をお願いします。例えば一人50個の香取の魅力を考えてもらう。4つぐらいはすぐ出ますかね。
50個なんてないでしょ、50はさすがにないでしょう、香取市でもと、いうふうに思うかもしれませんが、別にルルブという雑誌に載ってなければ魅力だと、載っていなければ魅力じゃないというわけではありませんし、日本で一番になってないと魅力だと、そういうわけでもありません。隣にいる、住んでいるおばさんが、ちょっと香取の歴史に詳しいよね。めちゃめちゃな魅力だと考えましょう。あるいは、あの川岸に立っている桜が、なんか一本だけちょっと遅れて咲くんだよね。色がちょっと違うから、あれひょっとすると別の品種かもしれない。見るととっても綺麗だよね。そんなものだって魅力です。ひょっとすると私自身がこんな取り組みをしている魅力なんじゃないだろうかと考えてもらってもいい。人、物、ところ、仕事、技、過去、未来、空気。香取の空気にはどんな魅力があるんだろう。明らかに渋谷で感じている風とは違う風がこの香取には吹いていると考えるならば、それもまた魅力です。そう考えると50ぐらいは出るんじゃないでしょうか。そうした50の魅力を、まあ50はさすがに難しいというのであれば、まずは20の魅力を考えてもらうことだけでも、街の見え方が変わります。街づくりっていうものは、よく地域の課題を発見しましょうというふうにおっしゃる。もちろん大事なことなんですが、課題ばっかり考えてるとだんだん元気が出なくなるので、まずは、最初は、課題は後から考えましょう。最初は、この香取の素敵なところをたくさん見つけていく。それによって街の見え方が変わる状況を作りたい。どこにでもある街ですって昨日まで言ってた人が、このワークショップに参加をし、自分が無理やり出した20の魅力と、他のメンバーが持ってきたたくさんの魅力を次々見ていく中で、あ、確かにそういえば、あ、これって香取だけなの？こんな風な人いたんだ、みたいなことを見つけていく中で、街の見え方が変わる状況を作り出す。課題からではなく、どんな魅力があるんだ。その魅力はとても小さなものでもいいので、その魅力を作り出し、ここにこんなものがあるんだよ。最近引っ越してきた人や、今は香取には住んでないんだけどねっていう人にもできる限り参加をしてもらい、ここにこんなものがあるんですか？知りませんでした。そんなにこれって珍しかったんだねっていうようなことを、互いに意見交換をしながら、香取というものを再発見をする。魅力を次々と発散をする状況を作り出す。その発散した魅力を次には共有をしましょう。もちろん机の上だけで、ここにこんな人がいるんですよ。この川岸にはこんな桜があるんですよ。ここのおばさんちょっと歴史に詳しいんですよ。ということでも共有はできますが、できれば、実際に出かけていきませんか。私が関わったような静岡県の富士市や三重県の名張市、東京都の足立区なんかでも、じゃあ出てきた魅力をみんなで見に行こうよ、話を聞きに行こうよっていうことを行いました。10人ぐらいのグループだったり、5、6人に分かれていくつかのグループになって出かけたり、静岡県の富士市では誰かが富士市の〇〇小学校の給食が美味しいよ、富士の魅力だよって言ったので、20人ぐらいで小学校の給食を食べに行きました。富士市は自校方式といって、各学校ごとに給食室があり、
そこで調理をしているんで、味が違うんですよ。丸々小学校の味はとっても美味しいよって言ってくれた方がいたので、そこに出かけて行って、食事を、給食を食べさせてもらいました。小学生たちが、おじさんたち何しに来たの？って走りながら聞いていきますが、そこで給食を食べて、ああ、確かに美味しい、みたいなことを発見された参加者の方たちがたくさんいて、その方々にとって富士市を語る言葉が一つ増えたことになります。三重の名張で行った時にも、こんなところに大きな溝があってね、これって小さい頃私落ちたことがあるんだよとか言いながらですね、でもこここんなに綺麗な水が流れてたんだっていうようなことを発見する、そうしたキャラバンみたいなことを行いました。もうみんなが知ってる場所は行かなくてもいいかもしれません。誰かが一人だけ挙げたような魅力でちょっと行ってみたいね思ったところに出かけていくことで、香取市を語る言葉を増やしていく。参加した人たちが自分の中で香取市を語る言葉を増やしていく。それは先ほどのデータからはさらに町に関わろうとする人を増やすことにもつながる。関わる意欲を高めることにもつながるのであれば、キャラバンを組んで、ああ、こんなところにこんなものが。そうした取り組みで共有をした魅力。もちろん語る言葉は増えますが、給食が美味しいよねだけだとなかなか富士市を伝え切ることにはできない。であればどうするか。それを編集という作業を行う。それによって何を作り出すのか。香取市の暮らしっていうのは他と比べてどのように違い、どのように優れているのか。一つ一つの魅力では語りきれない香取市で暮らすということはどういうことなのかということを明らかにするための取り組みがワークショップで実際に行うつもりでいますが、この編集という形の発想です。編集っていうのは悪いものを抜くということにとどまらない。一つ一つのものを組み合わせて新しい価値を作り出すということになりますが、その時に使う道具があります。二つ。一つは主人公、ペルソナ。もう一つは物語、ストーリーです。香取市にある様々な魅力を使うことで、希望を実現できるだろう人、主人公、ペルソナ、カタカナで言うとペルソナというものを設定します。物語の主人公というふうに捉えてください。その方はどんな仕事をし、どのぐらいの年の人で、今はどこに住んでいて、例えば今は香取に住んでいないんだけれども、香取の魅力に触れることができるならば、自分の希望や野望を実現できるだろう、そういう人を設定します。設定したペルソナ、人格、主人公が原点から、ある一定の時間を使って、1年なのか、5年なのか、10年なのか分かりませんが、香取市にある多様な魅力を活用しながら、香取市に関わることで使える多様な魅力や香取市に関わる機会を使いながら、自分の希望を実現する物語、ストーリーを考えるという形のワークをします。その時に大事なことが一つ。
必ず一度は挫折させてください。人はそう簡単に幸せにはならないとすれば、まあいろんな形の挫折はあるでしょうと。妻に見下り犯を突きつけられましたみたいなことが出てくるかもしれませんし、小さな怪我をしてしまいましたと、勤め先が倒産してしまいましたみたいなこともあるのかもしれません。しかし、カトリ氏であれば、カトリ氏に関わっているのであれば、それをもう一度立ち直らせる力がカトリ氏にはあるんだと。挫折しっぱなしには終わらせないんだと。カトリ氏の社会福祉というものがあるから、そこに制度ではなく人がいるから立ち直れるんだと。そうしたストーリーを考えていくことができると、カトリで暮らすということ、カトリ市という自治体で成長するとはどういうことなのかということを、その人物の1年間の、3年間の、5年間の物語で明らかにしていく。何々があります。誰々がいます。というところを散乱させるのではなく、それをこのストーリーに集約をさせていく。もちろんここでは使わない魅力あったよねっていうこともあるでしょうし、カトリで幸せになれる希望を実現できる人が一人だけであるはずはないでしょう。であればいろいろな人たちがカトリの魅力を活用しつつ、それぞれに自分たちの物語を培っていく。挫折を乗り越えつつ、自分たちのストーリーを培っていく。カトリという町にはそうしたたくさんの物語がある。物語が生まれる町なんだということを市民の皆さんにも市外の皆さんにも積極的に伝えることで、もちろんそれぞれのストーリーは東京のお台場でできるストーリーとは違うでしょう。和歌山県の北山村で作れるストーリーとも違うでしょう。カトリ氏だからこそ見えるストーリーがあるはずです。そうしたカトリ氏だからこそ見えてくるストーリーを見つけ出す。一人の力ではなく、参加をされた皆さんの力で、時々しか参加できない方でも、一回だけこの時だけ来たという方の力も使いながら、多くの人たちが入れ替わり立ち替わり、こうしたストーリーを作っていく。前回まではここまで進んだんだよ。だったら私初めて来たけど、こういうふうな考え方もあるんじゃない?というふうな形で、一人もお客さんにならない。全員がそれぞれに主人公になれるようなワークをしながらストーリーを作り出していく。そこで生まれた、カトリらしい暮らしというライフスタイル。言い方を変えると、カトリのブランドとしての暮らし方。カトリらしい暮らし方というものがストーリーとして見えてきたら、これをより端的に伝えるために、いくつかのツールがあります。ブランドメッセージと呼ばれるような言葉だったり、ブランドブックというような冊子だったり、この街の暮らしを示すようなブランドサイトというホームページだったり、カトリの暮らしとはどのようなものかを示す動画だったり、それらを発散、共有、編集によってで生み出されたカトリらしさ、カトリらしい暮らし
というものを端的に表現する仕掛けを用意することで、また語りやすくする。多くの自治体で、例えばブランドメッセージとして栃木県宇都宮、住めば愉快だ宇都宮というふうなものとしてブランドメッセージは作りますが、たったこれだけの言葉で宇都宮の暮らしがわかるはずはない。あくまで一つ思い出すきっかけですが、宇都宮の取り組みが面白いのは、市民がそれぞれじゃあどのように愉快なんだということを行政や NPO や市民や企業やそれぞれに自分たちの言葉を作り出していく。まるっきりゼロから作るのではなく、住めば愉快な宇都宮に触発され、音楽教室では音符愉快だ宇都宮と言い、助産院では産後も愉快だ宇都宮だと言い、居酒屋ではお酒で愉快だ宇都宮だっていうふうに言う。そうしたことによって町を語り出していく。もちろんこの後ろにはストーリーがあり、より詳しいブックがあり、よりわかりやすい動画もあるわけですが、一つのきっかけとして、これを作るのが目的ではありません。一つのきっかけを用意するという仕掛けが行われています。コミュニティ FM やケーブルテレビなどがあるところでは、これらも街を語り出す、それぞれの街の持っている力を語り出すものとして使っていく。神奈川県の真鶴には真鶴出版というふうな小さな出版社がありますが、合わせて宿泊もできるような場所だったと思いますが、真鶴では優しい干物っていうような冊子を作り、真鶴って干物がたくさんできるんですが、干物の紹介だけではなく、めくると干物の引き換え券がついていて、その引き換え券を持って真鶴町内の干物を交換できるような仕掛け、真鶴の町を体験できるきっかけとしてのローカル雑誌があったりをする。 B 神戸っていうようなモニュメント、ああ観光用だよねっていうふうに思われる方あると思いますが、単に神戸ではなく B 神戸、神戸であれ、神戸であるとはどのようなことなのかの背景には、当然ながら阪神淡路大震災の記憶がこの後ろにはしっかりとあるわけですね。 B 神戸のウェブサイトには、阪神淡路大震災から私たちが何を得てきたのか、何を失いながらも何を得てきたのかということが明確に書かれています。もちろんそこまで思わずにここで写真を撮ろうと思ってもらっても構わない。でも B 神戸っていうふうなこの言葉の背景を実はしっかり持っているのか持っていないのかっていうことの意味は全然違う。白い B 神戸という、これ人の背丈よりもちょっと大きいぐらいあるんですけど、この B 神戸っていうもの白くなってるので、観光客が来たりするとここに足をかけて写真を撮ったりするので汚れるんですよね。汚れにくいように黒くすればいいのにと、あるいは絶対汚れないようにそもそも入らせないようにすればいいのにっていう考え方もあるのかもしれませんが、あえて白くし、かつ写真を撮ることができるようになっている。その後どうなるのか、少し汚れるとこの B 神戸のモニュメントをみんなで掃除をしましょうという日がやってくる。この汚れが目立つからこそ、いやかっこ悪いよね私たちの神戸がっていう思いで
ボランタリーに多くの人たちが掃除をし始める。それを行政や NPO が上手に支えていく。神戸を常に意識させる仕掛けとしてモニュメントというものを使う場合もあるでしょう。いろんなものが街を語る仕掛け、きっかけになるはずです。それぞれの街にそれぞれに合わせたものがあればいい。これが正解っていうことではありません。地域を語るためにいろんなきっかけがある。単純にそれがブツブツと切れるのではなく、香取市とはこういう暮らしができる町なんだというところに常に紐付けていく、着地をさせていくことが大事になります。このようにして町に対する思い、関与する思い、おすすめする思い、参加する思いが生まれると、そこで具体的に何が起きる可能性があるのか。単に街を語って自分に意味がある。それは大事だけど、それで本当に街は、街の経済は回るのかと言ったときに、10点から8点というのは、あなたは0点から10点のうち、自分の街をおすすめする気持ちは何点ですかと聞いた数字です。8点、9点、10点という高い数字を上げた人の8割は自分の町の産品をできるだけ購入したいというふうにおっしゃってくれる。ところが町をおすすめする気持ちのない5点以下の人たちの2割以上はその町の産品を買う気はありません。4割の人が、いや、そもそも地元とかどうでもいいんですけど、合わせて6割が、せっかく地元の産品を作り出したとしても、町に関わる意欲が少なく、いう人が少なければ、十分な形の消費ができないわけですよね。経済を回していくときに、この、香取で生まれたものを香取の市民、あるいは香取のことを大事にしている人たちが積極的に購入をしてもらいたい。そのことと街を語り出す仕掛けとしてのシティプロモーションって結構リンクしてるみたいです。あるいは働く場がなくちゃどうしようもないよと、言葉なんか作ってる場合じゃないよねと。もちろん働く場がないまま言葉だけ作っていても意味がないのかもしれません。じゃあ働く場さえ作れれば本当にそこで人は働くのかというふうに考えたときに、町に関わる意欲が作れないままの場合、働く場ができたとしても40% 以上の人たちが基本的には条件次第なので、あるいはそもそもここで働きたくはないので、職場を作ってもそれが機能しないことになる。ところが10点から8点という町に関与する意欲、推奨する意欲の高い人の9割近くは基本的に職場ができればそこで働きますよね。だって自分の町だもんっていう状況を作り出すことができる。あるいは福祉という意味でも、今自助、共助、公助、公助だけではどうしようもない、共助が大事なんだ、それぞれの町の中で助け合いが生まれる必要があるんだというふうに言いますが、共助はどうしたら生まれるのか。町に関わる意欲が高い10点から8点の8割の人たちは、負担があっても身近に困っている人がいるんだったら助けたいとおっしゃってくれますが、
5点以下という町を推奨する、町をおすすめする意欲の低い人の2割以上は、いや困ってるのは自己責任なんで自分で解決してください、あるいは3割ぐらいの人が、ああ困ってるのは大変だね、誰かが助けてあげればいいのにねと言って終わる。町に関わる意欲、町に対する思い、町への推奨意欲を高めるということが、実は自立共助ということを進めることにもどうも関わりそうだということが見える。これ選挙の投票に行くか行かないかっていう話なんですけど、若年者が投票に行かないよね。特にこれは国の選挙ではなく市町村議会選挙について聞いたんですが、39歳以下っていう若い人たちが投票に行かないよね、困ったもんだ。じゃあアイドルのポスター貼ろうか。アイドルのポスターで本当に投票率が上がるのかと。アイドルのポスターは確かに気づいてもらうためには大事です。でもそれだけじゃなくて、合わせて町のことを大事だと思う、町に関わる、町を推奨する意欲を高めることを合わせて行わなければ、町を推奨する意欲の低い人は投票には行きません。必ず行く、聞いてるだけですよ、実際に行ったかどうかではなく、必ず行くと答えてる人2割を割ります。39歳以下投票をしてください、投票をしてください、町のことを考えてください、投票の時だけ言ったって投票なんかしませんよ。どれだけ町をおすすめできる力を作るのか、それがあれば投票だけではないイノベーションみたいなものにも当然つながっていくわけですよね。イノベーションというのは新しい結びつき、新結合というふうに言ってもいいでしょう。新結合を作り出すために必要な要素は2つある。1つは学ぶ意欲と、もう1つは多様性の重視です。学ぶ意欲があり、多様性を重視する人はやはり、町を推奨する人の中に多いんですよね。積極的に町を語る、町を語れる人を作り出すっていうのは、単に雲の上で何か言葉を作って楽しんでるだけではなく、具体的に、もちろんそれぞれの仕掛けは必要でしょうが、町を持続させるための状況を作り出すための大きな力になりうるんだということが、これらのデータからは明らかです。とにかく誰でもいいから、30代で子供が異彩すればいいですよということにとどめない、我々の町の差別的優位性をしっかり理解をし、カトリの素敵さを分かってくれる人たちを増やすことができれば、そこにはお客さんではなく皆さんと一緒に街を作り出そうという人を増やすことにつながっていく。頭数を増やすことはもちろん大事ですが、合わせて街に関わる言葉を作り出し、街を語る人たちを増やしていくことがとても大事になっていきます。この後はもう少し具体的に、残り30分ですかね、具体的にというか、もう少し段取りの話をしていきましょう。そのようにして町を語る状況を作っていく、それによって状況を変えていく可能性を作り出す話をしました。いやでもそもそも、じゃあそれはどう伝えるんですか、知ってもらうためにどうするんですか、自分事だと思ってもらうためにはどうするんですか、本当に行動してもらうためには
町が大事、町が大事とさえ言っていれば行動をしてくれるんですか？と。まあそんなことはないので、一つ一つの仕掛けの発想は必要になっていく。まずは知ってもらう必要がある。この香取市を知ってもらう、あるいは香取市という大きな枠じゃなくてもいい。皆さんのそれぞれの行動、活動が香取市にとってとても意義を持っている。皆さんの取り組みをじゃあどうやって知らせるのかって考えたときに、じゃあ PR しなくっちゃねって言いますよね。PR するってどういうことかと。ポスター貼ればそれで済むのか、チラシを作れば知ってもらえるのか、動画を用意して YouTube に上げればそれでいいのか。もちろんそれらはそれぞれ大事ですけれど、当然工夫が必要になる。それぞれの皆さんの情報発信に、あるいは行政からこの香取市の持っている力を伝えるための情報発信、まず知ってもらうために必要な要素は3つです。皆さんの情報発信にワオっていう内容がありますか？当たり前のことを当たり前に淡々に伝えたって、それでは誰も気づいてくれません。まずはワオ。千葉県内で初めて、あるいは日本で一番、あるいは千葉市と競争しても実はここがっていうようなワオっていう状況を作り出す。日本で初って言われれば気になるじゃないですか。県内で一番って言えば何だろうと思うじゃないですか。千葉市内で今何位にいるの？競争ちょっと気になりますよね。競争で言うと、毎年5月ぐらいに宇都宮と浜松がどっちが餃子をたくさん食ったのかという、世界の平和に何の関係もない話をわざわざ NHK がやりますが、あれが単に宇都宮が食べてますではニュースになりませんが、浜松と競争をしてますというからニュースになるんですよね。あるいは皆さんの取り組みを伝えるときにトレンドをうまく踏まえてますかと。今流行っていることは何だろう、それを踏まえて考えていくことが大事になる。なんか今ゲーム流行ってるのかな、そのゲームに合わせて何か言ってみようかなとかですね。あるいは記念日よく使いますよね。なんかカップルについてのニュースであれば11月22日に出した方がいいですよね。いい夫婦の日っていうのをしっかり踏まえて出せば、その情報は伝わるかもしれません。あるいはギャップ、社会福祉っていうところから当然にイメージされる内容ではないところにあえてずらす。福祉ってそういうこともやるんだみたいなことは地目を集めることができます。例えば京都府の福知山市のこの取り組みが知ってもらうためにとても意義を持ちました。3年ぐらい前の大河ドラマ麒麟が来るというドラマがありましたが、主人公は明智光秀でした。明智光秀の居城、最後の居城は福知山城という福知山市にあるお城ですが、残念ながら福知山城はドラマにはほぼ出てきません。明智光秀の麒麟が来るで出てきたのは京都、福井、越前、そのあたりが、あるいは当初の美濃、岐阜ですね、多く出てたんですが、福知山は最後の3分ぐらいなんかなんとか紀行、大河ドラマ紀行みたいなところで紹介はされたんですが、ドラマの舞台にはならない。結果的にせっかくの明智光秀大河ドラマ麒麟が来るが福知山市の認知につながらないということに気づいた福知山市の行政担当者が何をしたか、このハガキを作ります。最初に考え出したのは行政ではなく民間の方なんですが、その発想をいち早く取り入れました。こういうの見たことないですか？
税金に関する大切なお知らせとかですね、福祉に関する大切なお知らせって圧着はがきたの、ピリ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 開くやつですね。行政がとても よく使う、まあ、プライバシーとかに配慮して中身は裏にピリピリめくった中にあるやつですが、それをあえて謀反に関する大切なお知らせ、ご所属の武将の謀反下克上に関する大切なお知らせです、お受け取りになった後必ずご開封の上内容をご確認ください。謀反の予定は桂川天正10年6月2日午前1時を予定しております。ご準備いただくもの、刀、弓や鉄砲などの各種武器、羽織物、かっこ夜間の行動となります。生命に関わる場合がございますので、ご自身の責任でご参加ください。明らかに内容にギャップがある、しかもトレンドである明智光秀と絡めてあるっていうので、この内容は多くのマスメディアに報道をされ、シェアメディアでもたくさんのリツイート、当時はまだツイッターでしたかね、などが行われたということになります。情報を発信するときに、特に広く伝えたいときに、当たり前のことを当たり前に伝えるのではなく、それぞれの要素にこういうものが実はあるのではないか、あるいは入れることはできないか、この切り口は使えないかを常に考えることで、広く伝える、語り出すきっかけを用意することができます。ただ、広く知ってもらうだけでは、実際の行動にはつながらない。それはあなたに対して伝えてます。みんなじゃないんですよ、あなたなんですよっていうふうに関心を引きつけることが必要になる。まあこのあたりは釈迦に説法かもしれませんが、市民とか言っていても人は動いてくれません。それぞれの取り組みごとに本当に動いてもらいたいのは誰なのか。確かに皆さんのお仕事、あるいはこれからのシティプロモーションで広く伝えたい、市民に動いてもらいたい、その通りかもしれませんが、優先順位を考えていかないと誰も結局動かないことになります。まずは水辺を大事にしている20代で子供のいる母親から動かそうって考えるわけですね。まずそれは当然事前に情報を収集して誰が動きやすいのか、あるいは誰をターゲットにすることで動いてもらおうと思うのかを考えて、それぞれの人ごとに情報を伝えていくことが必要になります。カタカナ並んでますが、端的に言うと年齢や性別だけじゃなくて、何を大事にしているか、毎日ちょっと運動したいなと思っている人に伝えたいときにはチョコザップと連携してもいいかもしれませんよねっていう話です。20代30代の女性ですではもうなかなか刺さらない。30代の女性が同じようなことを考え、30代の女性の多くが同じようなことを考えてた時代なんざ20年も前に終わってます。そうではなくて、それぞれが何を大事にしているのか、そうしたことを考えれば、年齢性別ではない形の、あるいはそれを組み合わせた形で狙い撃ちをすれば、何が大事なのかによって動きやすさが変わる、伝え方が変わるわけですよね。岐阜県の美濃加茂市、子供を大事にしている未就学児を持っている母親が狙いです。そのためにどんなメディアを使うのか、チラシやポスターではありません。
読み聞かせができる絵本です。美濃加茂市は新しい総合計画を作りました。総合計画を読む市民なんてほぼいないはずですが、しかしその中でも今度美濃加茂市では子育てに支援に力を入れたことをぜひ子供を育てることに熱心な20代ぐらいの母親に伝えたいと思いました。だから絵本を使います。もちろん絵本を読んでもらっている3歳児が総合計画について理解するわけじゃありませんが、読み聞かせをしているお母さんがいつの間にか美濃加茂市の子育てについて理解をしてもらうという仕掛けのために読み聞かせのできる絵本を用意するという発想になっていきます。このようにして、ワオ、ギャップ、トレンドで広く認知を取った後、あなたに対して伝えてますよという狙い撃ちをしたら、その内容に応じて着地点に引っ張り込むことが必要です。あなたに伝えてるよだけではまだまだ足りない。実際に引っ張り込んで着地点で信頼をしてもらい、共感をしてもらうことが求められる。人は信頼だけでは動かない。共感だけでもさすがに動きづらくなっているので、信頼をしてもらうためにどうするか。まあ公共、まあ、行政も公共の一つですが、皆さん今日来られている方、おそらく多く公共にも関わられているとすれば、皆さんが発信するだけでもちろん信頼は取りやすい。ただそれは待ち受けてるわけですね。認知を取って関心を引いて引っ張り込んだ場所、まあウェブサイト、ホームページなんか分かりやすいですが、もちろん冊子に引っ張り込んでもいいですよ。引っ張り込んでそれを公共性があるよと思ってもらい、確かだよというデータを用意し、見やすく読みやすい状況を作り出していく。それによって、ああ確かにこれは間違いじゃないなと思ってもらうことが大事ですが、でもそれだけではもう人が信頼をするだけでは動いてくれなくなっている。今とても大事なことは共感をすることで行動へのハードルを下げることになる。共感をしてもらうために必要な発想がソーシャルという発想ですね。ソーシャルっていうのはカタカナですが、日本語に直すと2つの意味があります。一つは社会、もう一つは分かりますか？ソシアルダンス、ソーシャルダンスのソーシャルです。社交ですね。人と人との関係が見える。社会っていうのはもちろんそうです。もともとはそういう意味でしょうが、なんかすごく広く感じられる。社交の場に引っ張り込むことで、人は共感をするようになる。千葉県の流山市という、まあシティプロモーションでは著名な町ですが、流山市でやってたそのまま夜会。流山の子育てについてホームページで紹介をしますでは終わらせない。実際にお母さんたちが集まってきて、ビールを飲みながら流山の子育てについて語り合う場を用意する。まさに社交、ソーシャルな場を用意することで腑に落とさせる、語る力をつけさせる、次の行動を引っ張り出す、みたいなことが行われるわけですね。もちろんこうした具体的な場ではなくても、インスタグラムみたいな形のソーシャルメディアみたいのを使うことも有効でしょう。そのようにして、まずはギャップ、トレンドで広く知ってもらったら、何を大事にしている人を動かすのか、
動かす相手を限定をして、その人に自分ごとになるようなメディア内容コンテンツで引っ張り込んで、ホームページや冊子みたいな着地点で皆さんの力である公共性で信頼をさせた後、社交社会の力で共感させることができれば、動き出すまであと一歩です。どのようにして実際の行動を促すのか、言ったときに、この発想がいろんなところで使えます。基本的にはいいことがあってやりやすければ人は動くっていう話ですね。インセンティブがあってハードルを下げればいいわけですが、これをまとめたものにステップスという発想があります。まあ、こんなアルファベットを覚える必要はないんで、一応頭文字は取ってますが、簡単に言うと、いいことがあってやりやすい。どんなことがあるといいことなのか、褒めましょう。動いたら褒める。当たり前かもしれませんが、なかなか褒められないので、褒めましょう。褒める状況を作る。あるいは褒めるって直接褒めなくてもいいですよ。こんなにすごいですよね。ホームページに載せてあったり、冊子で紹介されて、査説してあげれば、こんな形で動いてくれましたよ。それが分かってれば人は動く。もちろんクーポンがあれば人は動きやすいです。きっかけを作り出す。もう一つ、インセンティブ。先ほど申し上げた、あなたがやってくれたおかげで、あなたがここで動いてくれたおかげでこんなことが。よく難民、国連難民高等弁務官事務所なんかの、あるいはプラスっていうような民間の NGO 団体の冊子などで、表紙見てもらうと、大きな文字で難民を救いましょうっていうふうに書いてあるわけじゃないですよね。多くの場合、お腹を空かせているのか、とても痩せた子供が目にいっぱい涙を溜めている表紙っていうのが結構多い。それはあなたの月々3000円でこの子を救えるからですっていう。あなたは、あなたの3000円は意味があるんですよということをしっかり見せるための仕掛けができているわけですね。こうしたインセンティブを用意しながらハードルを下げていく。もう少し具体的に言うと、例えばハードルを下げる仕掛けとしてトリガーズっていうものがあります。引き金がある、動き出すきっかけがあるって話ですね。思い出してもらわないと覚えてくれないので、こんな例がありました。1年ぐらい前にもうなりますかね、東京でメトロに地下鉄に乗った方見たことがあるかもしれませんが、マイナビエージェントさん、転職サイトですね、のポスターです。タレントさんがじっくり聞く転職エージェントですっていう形で耳を押さえる、これも大事なんですが、耳を押さえる写真をしている。あ、じっくり聞く転職エージェント、まあそれは聞くんだろうねと、マイナビね、はいはいっていう状況で終わらせてはならないので、むしろ興味深いのはここから上です。耳を見たら思い出してくださいって書いてあるんですね。耳を見たら思い出してください。これは東京のメトロの地下鉄ですので、このポスターを見た後ちょっと脇に行けば耳がたくさんあるわけですよ。ああ、これかマイナビエージェントって思うと刷り込まれますから、転職って言った時にマイナビエージェントっていう言葉がさっと出てくるようになる。例えば静岡県富士市なんかであれば、富士山を見たらみたいな方法も作れますよね。あるいは皆さんの取り組みでも、なんかこれを見たらみたいな形ができるんであれば、トリガーズ、ハードルを下げることができます。もちろん競争ですね。先ほどの宇都宮と浜松の餃子ではありませんが、
競争させることによってハードルを下げることもできます。競争を作ることで、いやちょっと負けたくないよねっていうような気持ちですね。まあ、インセンティブにも近い部分がありますが、ハードルを下げる、じゃあやろうかと、負けたくないからみたいな状況を作り出すことができる。結構よく使われるのがその次のみんながしているパブリックってやつですね。みんなしてるんですってやつですね。もうみんなやってますよって言うと、あ、じゃあやらなくっちゃ。でも本当にみんなである必要はないですよ。大事にする実際のこういう行動、期待する行動をしてほしい人が、その何人かがやっていることが見える化されてるかどうかが大事です。実際に1000人がやってる必要はありません。10人がすでにやってることが見えれば、人のハードルを下げることになる。小学校の5年生だったことのある方もいると思いますけれども、小学校5年生ぐらいの男の子って結構興味深い、なと思うんですけど、面白いなと思うんですが、小学校5年生ぐらいの男の子ってよく言いません？ゲーム買ってよ、ゲーム買ってよお父さん、ゲーム買ってよお母さんって言うわけですが、なんでゲームなんか買ってほしい？聞くと、大体もうみんな持ってるもんって言いません？みんな持ってないですよね、あなたのお友達3人しか持ってないですよみたいなことで人は動き出す。なのでみんな持ってる、みんなやってるように見えるっていうことが大事です。最近だとクラウドファンディングみたいな寄付もありますが、なんでクラウドファンディングで寄付をするのか、それが大事なことだから、もちろんそうですけれども、もうみんな寄付してる、多くの人たちが次々寄付してる、あ、私も寄付しようかしら、あと5万円で目標の100万円に達成する、あとちょっとみたいな盛り上がりがあったりする。寄付をすると後からありがとうだったり、いろんなちょっとした返礼品が来ていい気分になるみたいなもので人は寄付をするとなれば、セパレーション、最初から1万円寄付してくださいっていうと寄付はしづらいですが、1日300円コーヒー1杯で大丈夫ですっていう形の小さく分ける方法をとって動いてもらうということですね。先ほど申し上げ、あなたが動くことで世界が変わる。世界が変わるまではなくても、あなたが変わることで誰かが幸せになるんだ。あなたのちょっとしたセパレーションした小さな行動が誰かを幸せにできるというふうに思わせることができるかどうか。そして最後、弱みを見せることが人を動かすことにつながる話をして終わりたいと思います。人を動かすときに、私たちは何でもできますよって言ったら人は動いてくれません。私たちはこれができないんです。香取氏はこれができないんですっていう状況を上手に見せること。あるいは皆さんの行動でここが苦手なんですっていうのを見せることで、この相手の力を引っ張り出すということになります。全部できるんならやってよって話になりますが、いや私たちこれができないんだよねって言って、それができる相手を見つけるわけですね。できる相手を見つけて、じゃあお願いしますにしない、相手の弱みをしっかり見つける。よく学生と連携しましょうみたいな話ってありますよね。私たちが若い人の気持ちがよくわからないから、学生と連携しましょう、学生の地域グループと連携しましょう、はいお願いしますで終わらせない。学生たちの弱いところをしっかり探して、まだ信頼性がちょっと欠けてるかもしれない、
あるいはマネジメント力がちょっと弱いかもしれないというのを見つけて、皆さんの持っている強みでその学生の弱みを補完するっていう状況ができると、いつの間にかこっちの人、例えば学生はありがとう、私たちがやろうとしたことを皆さんが手伝ってくれましたっていうところにひっくり返るわけですよ。最初は皆さんができないから学生にお願いしたのに、学生ができないことをしっかり見つけて、それを皆さんが補完できれば、いつの間にか学生が感謝する側に変わり、動き出してくれるという状況ですね。こういうことを常に意識して人を動かしていくっていうことが大事になります。まあ、具体的な事例では、奈良県に生駒市という町がありますが、生駒市は行政ではなかなか伝えられない不公平な情報ですね。まあ、行政って公平な情報を出すことが得意ですけれど、このお店は美味しいけど、この店はあんまり美味しくないっていうのは役所は言いづらい。だけど、住んでる人たちはそれが分かってる。とすれば、美味しい店だけ紹介してほしい。なので、市民の皆さんの情報発信を期待します。よくありますよね。だけど、生駒市が工夫したのは、市民の皆さんの情報発信を期待します。ただし、情報発信が得意じゃない人に参加してください。というふうに。カメラの写真は大事だけど、写真が撮るのはそんなに得意じゃない。文章を書いた経験がそんなにはない。生駒市のことは大好きで、生駒のことを伝えたいけど、別に市長に挨拶したことがない。そういう人たちをむしろ集めてくる。その上で、思いはある人たちに対し、行政の広報課がカメラのトレーニングをしますよ。文章の教室を外部の講師にお願いしましたよ。市長とランチ会をセットしましたよ。いう状況を作り出すことで、意欲はあったけどスキルがない人たちが、半年かけてスキルを高め、そのスキルを持って町の情報、行政ではできない発信を1年半してくれる。1年半したら卒業をして、またスキルのない人を集めてトレーニングをして情報を発信してもらう。生駒の町には次々に意欲を持ち、スキルを高め、行政との連携経験があり、連携の楽しさを知った人たちが増えてくる。そうした状況が生駒で現れているのはとても興味深いと思います。まだ資料としては少し残っていますけれども、時間にもなりましたので、一応私からの話はここまでにして、皆さんからもしもご質問等あればですね、いただこうかと思います。じゃあ、ここまでで、長い時間ずっと聞いてるだけで大変でした。どうもありがとうございました。